こんにちは。群馬県から来ました大倉さとみです。なんかね、画像とか見るとレミとかレーミって読んじゃうと思うんですけど、あ、さとみです。はい、あのぜひ覚えて帰ってください。はい、はい、ということで1曲目、オリジナル曲でロードオブマインというのを歌わせていただきます。この曲は自分自身への応援歌でもあり、皆さんへの応援歌でもあり、歌詞に注目していただけたらなと思います。聴いてください、ロードオブマイン。暑いんですよ。皆さん伝わります？伝わりませんよね。暑いんです。みんなあったかそうな格好してるけどね、暑くてしょうがないんですよ。暑い？暑い人一人か。みんな寒いんか。まあでも冬だもんね、雪も降りそうだもんね。はい、ということで2曲目はですね、放牧期間に入りました生き物係さんの桜をカバーさせていただきたいなと思います。聞いてください、桜。桜ひらひら舞い降りて落ちて、揺れる思いの竹を抱きしめた。君と春に願いしあの夢は今も見えているよ。桜舞い
か色づく川辺にあの日を探すの。それぞれの道を選び二人は春を終えた。咲き誇る未来は私を散らせて小田急線の窓に今年も桜が映る君の声がこの胸に聞こえてくるよ。桜ひらひら舞い降りて落ちて揺れる想いの竹を抱きしめた君と春に願いしあの夢は今も言ってるね。すごいカバーやるとすごいね緊張するんですよ。なんか自分の曲じゃないから失敗しちゃいけないなみたいなあるんですね。はい、じゃあそろそろ自己紹介みたいなのをしたいなと思います。2000年4月6日生まれ A 型お羊座の、大倉さとめです。群馬県から来ました。2時間ちょいかかりましたそうなんですよ。でなんて言うんだろう、なんかモットーとしてはゆるく楽しく面白くっていう風にやってるんですけど、まあね、今日の出演者さん皆さんすごいリハーサル聞いたんですけど、もう本当にやばくて、本当に皆さん期待した方がいいですよ。本当にやばい、みんなやばい、うまいで、みんなうまい人はたくさんいるので、まあ面白いやつがいてもいいんじゃないかとね、面白い子を目指して頑張っております。ぜひなんて言うんだろう、皆さんと私は会話がしたくてライブで、そうだからどこから来たのって言ったら答えてください。どこから来ましたか？東京か、都会っ子だ。はい、じゃあ どちらから？目黒。それも東京だ。みんな東京じゃん。広島。広島、マジで言ってる、すごいね。飛行機、新幹線すげえな。新幹線私乗れなくて、グリーン車も乗れなくて、乗り方知らないんですよ。そう、新幹線もグリーン車も乗り方知らなくて混み合ってるね電車で来ましたっていう話はどうでもいいんですけど、時間がなくなるので、最近のコアっていう曲を歌いたいと思います。これもオリジナルなんですけど、まあ、2000年生まれっていうとね、皆さん若いなとか16歳高校生若いなとか言いません？思いません？思わない？思いますよねなんで、まあ、そんな感じの、それを言われた側の高校生の気持ちです。ぜひ感じ取っていただけたらなと思います。じゃあ聴いてください。オリジナル曲で、最近の子は。言うことねえのかよ、他に何
何か話すことないですか？はい、ありがとうございます。最近の子はっていう曲でした。言いません？なんか最近の若い子さみたいな言う人、言ったことある人、ないんですか？嘘でしょ、なんで私だけ言われるのかな。じゃあ誰に言われてんの私。そう、 なんかね、私言われるからこれ作ったんですよ。こんな言う人いないの言ったことない。そうか、じゃあちょっと歌詞変えなきゃななんかね、ちょっとこれ共感得られないと困るんだそうなんですよ。まあでもいいんですけど、そんなことはどうでもよくてですね、もう時間がないのでさっさと行きます。はい、なんかすいませんね、物販の告知をさせてください。はい、オリジナルピックができました、イエーイ。で、そうなんですよ、で本日発売開始です。で今私も使ってるピンクのピックなんですけど、白とピンクセットで300円です。安いです。ぜひに買っていただけたらなと思います。 そこに並んでます。よろしければぜひにお願いします。はい、でね、ふざけた話をした後なんですけど、真面目な曲をやりたいなと思います。言葉の先っていう曲なんですけど、まあ私の、まあ、16年、まあまあそこそこ面白いことも変なこともたくさんあって、それをまあ曲にしたんですけど、聞いてください、私の人生ですか。私の思い伝わりました？あんまそんなでもないかな。そんなにね浸透してないかもしれないね。
はい、じゃあもうバンバンいきます。あともう何曲かなんで、じゃあこれ新曲です。おーみたいなはい、すいませんね、なんかやらせてしまって。はい、ライフトリップっていう曲なんですけど、皆さんまあ辛いことも嫌なこともあると思うんですけど、まあね、頑張っていこうじゃないかみたいな、まあなんかバカみたいに頑張ればいいんじゃないっていう感じの曲です。はい、聴いてください、ライフトリップ。時間がねね、あの喋りすぎて時間がなくなるっていう定番なんですよ最近。そう、あの活動を始めたのが中学3年生の頃だったんですけど、まあ、去年ですかね、あ2015年か、2015年はあの30分枠をいただいたライブで、まあ、15分残して帰るっていうこともあって、もう本当に本当にお前何しに来たのみたいな、オープニングでいいじゃねえかみたいな、本当30分しっかりもらったのを15分で、まあ、帰るっていうね、あれもあったんですけど、まあ、ここまで成長しました、ありがとうございますはい、まあね、そんな私が去年かな、15歳の時にですね、まあ、好きだったおじいちゃんを亡くしまして、まあ、暗い話になるんですけどで、まあ、そのおじいちゃんが亡くなったっていうのは、まあ、なんかすごい悲しいことだったんですけど、まあ、思い出はたくさんあるなと思って、まあ、そんな思い出の曲ですね、しんみりしてください。はい、好きでしょ、みんなしんみりするのとか好きでしょ。あ、でも新年だからあれか、まあいいか、いやいやいや、はい、じゃあ、15年分の感謝っていう曲です、聴いてください。桜並木の下で撮った懐かしい写真が色褪せてゆくんだ、儚い思い出、最後までたくさんの愛をくれたあなたは素敵でした、綺麗な
せる。あなたが歩んだ人生は色とりどりの素敵な日々。いつまでたっても大好きな輝くあなたへ移りゆくこの季節を私は全力で生きるから頑張るよ何でもできるよ見守っていて感想を求めるのうざいですね聞きたくなっちゃうんだあやばい時間がねしっかり真剣にやりますはいじゃあ次で最後の曲です、なんでみんな分かってるじゃないかそうなんかね欲しがりなんですよねもう一回やりたいかなあダメかないいかな次で最後の曲です、ありがとうございますすごいよくできたお客様でありがとうございますはい、最後の曲は明るく終わりにしたいと思います。じゃあオリジナル曲でダリアっていう曲があるんですけど、まあ、今日来ていただいた皆様と、まあ、今日誘っていただいた石黒さんとかこの場所を貸していただいているおとくらさんにも、出演者の皆さんにももう本当に皆さんに感謝の気持ちを込めて歌いたいと思います。聴いてください。オリジナル曲でダリア。白なノートに何を描こうか難しいことは苦手で僕は書けないから君の涙にも気づけない鈍感な僕だからこれを苦労を今までもこれからも君と笑い合うそんな日々にありがとうこれからもよろしくねありがとうございます。あの日あの時の君に伝えたかった言葉が一つ僕はそれを逃したでも今なら言える気がするんだどんな時にでもそばにいてくれたそんな君に何をしてあげられただろうか苦悩
ありがとうございました。大倉さとみでした。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。大倉さとみさん、これは本名、はい、いや本名じゃないです。あ、違うんですね。はい、それまたなんか難しい、ちょっとひねった感じで作った感じですか。あんまひねってはないですね。ひねってない。あの次の人が出てくるんで、もうちょっと前に、あ、前行きます。ステージの最前列ぐらいに立っていただければ。 ありがとうございます。はい、はい、じゃあ全然違うの、名字だけ合ってるとかじゃなくて。なんて言うんだろう、本名にちょっと何かを足して順番を入れ替えてみたいな。アナグラムってやつ、パズルしましたね。なるほど、はい、パズルが大好き。好きじゃないです、頭悪いね。で、そうなんです、僕ね、もうちょっと高校3年生ぐらいかなと思ったら、今何年生？高1です、16歳です。え、高1だったんですね。そうなんですよ、4月で17歳になります。4月6日誕生日です、ありがとうございます。そっか、今年に高校2年生になるの。そうですね、4月に2年、頑張ればなれますけどね。なるほどね、なんか、はい、頑張ればなれますよ。厳しい学校なの？結構やばいの？ちょっとね、やばいんですよ、はい、本当にやばいんですよ。あ、そうなんですか。, 笑えないレベルでやばくて。あ、なるほどね、はい、で、群馬からいらっしゃって、結構遠いんですね。そうですね、電車で2時間ぐらいですかね、グリーン車に乗れないんで。あ、群馬の、じゃあこれ何市とかは言わない方がいい。何市、前橋市ですよ、全然いいですよ。あ、県庁。あ、そうですそうです、県庁所在地、隠れ県庁所在地。隠れそうですね。いや、だって高崎と争ってるから。普通の人なんか高崎かなと思うじゃないですか。そうですね、皆さんお越し来る際はもう高崎でいいんですよ、うん、前橋はちょっとあれなんで。何もないです。前橋何もないの。何もないですね。なんか逆に知ってますかって聞きたいです。行ったことないです、高崎しか行ったことなくて。あ、そうですね、大体みんなそうですよね。高崎の路上スポットとかあるじゃないですか。あ、そうです ね、前橋でやると結構な確率で怒られるらしくて。あ、そうなんだ、やっぱ県庁だから。なんか警察来ちゃうらしいんで、できないんですよ。県警本部が近くにあるとか。なんか怖くて、ちょっとできないですね。そうなんですか。じゃあぜひね、はい、都内でこうやってライブ活動とかね、はい、していただけたらと嬉しいし、ぜひ待ってください。今日もなんか時間ちゃんとオンタイムでね、お心配してたんですけど、大丈夫ですよ。あ、よかった。こんな感じで、いや、なんか意外と堂々として、なんですか、うん、そうですか、立派だったんで、高校1年生に見えなかったっていう。高校3年生ぐらいに。ありがとうございます。いや、またね、はい、でも結構芸歴長いんですね。1年、そうですか、2年ぐらい、うん、1年半とかそんなですかね。そうですか、今芸歴って言っちゃったけどね、なんかね、活動歴じゃなくて芸歴、ね、まだまだですね。いや、本当にね、でもね、本当に、イラストの方だったんで、どういう方が来るのかなと思って。あ、本当ごめんなさい、詐欺です、あれは本当に、本当にごめんなさい、詐欺です。皆さん、生顔見たことある人どのぐらいいるんですか。え、結構、結構いるじゃないですか。あ、本当だ、やばいね。え、顔出し配信とかしてるんですか。しないですよ、そんな。あれ、なんで顔知ってんの。いろんなところで来ていただいたのかな。ライブ来てる方。そうですね。そうですか。そうです。じゃあもう次からもう顔出し OK です、全然。いや、あれですね、ちょっと、あれがあれなんで。あれがあれなんで、何それ。ちょっと学校がね。そう、ちょっとスノー越しでやってほしいなっていうね。知ってますか、最近のアプリ、スノーっていうね。なるほどね、可愛くなるやつで。じゃあ、あれでね、アーシャを作って。はい。そしてね、フライヤーでね、うちのイベントのフライヤーでチャンポンズさんとね、なんかちょっと被ってるんですよ、キャラがね。あ、そうですね、申し訳ない、本当にごめんなさい。これはなんか喧嘩売ってるんですか。違うんですよ、それ、はい、なんか本当に申し訳ないなと思って。うん、はい、ごめんなさい、あえて並べましたけども。でもチャンポンズさんなんか引退するらしいんで、ちょうど後継ぎができてよかったです。いや、なんかそんな申し訳ないですよ。ダメですよ、私じゃ。ダメですか。もっといい人が今探してください、はい、ということでね、はい、はい、じゃあ最後に告知とか。ですね、1月16日新宿メリーゴーランドっていうところでライブをさせていただきます。まだちょっと未定なんですけど、ツイッターとか
まあ、ツイキャス見ていただけたら分かると思います。ぜひよろしくお願いします。はい、はい、楽しみにしています、はい、大倉さとみさんでした。ありがとうございました。